はい、どうも、しなちです。今回の動画なんですけども、今回の動画はね、最近ね、ヒョウモントカゲとか、西アフリカトカゲモドキとか、この子たちのね、お散歩、部屋散歩動画で結構ね、ほのぼのとした動画が多かったんですけど、今回の動画はね、ちょっと一変して、捕食動画となっております。今回の動画は、グリーンパイソンの捕食動画となっております。はい、ということでね、よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、どうも、すなちです。今回の動画ですね、今映っている、グリーンパイソンのおしぼりちゃんに、ご飯をあげていきたいなと思います。で、今回与えるのはこちらのひよこですね。こちらを与えていきたいなと思います。さあ、食べてくれるかな。こんな感じでね、ちょっと下の方で、お、いい感じの勢い来るか。さあ、どうでしょうか。すごい気にしてますね。おしぼりちゃん、どうですか。最近ね、結構夜な夜なね、徘徊しているので、お腹はね、空いてると思うんですよ。さあ、どう？でもね、この子なかなかね、食いつかないんですよね。なんでこんな感じでね、下の方でこうアピールしてあげないとね。どうですか？食べる？ほらね、ちょっとなかなかね、食べないんですよね。多分ね、毛とかね、そういったのが苦手なんでしょうね。ちょっと触れるとね、顔ね、ブルブルと震わしてね、ちょっと嫌がっちゃうんですけども、どうかな。食べない？美味しいよ。お腹空いてるでしょ。あら、食べないの？でも気になるね。気にしてるんだけどな。どうですか？あ、食べそう。食べそうだけど。どう？もう食うんじゃない？なかなか食いつきませんね。違うよ、あなた。どこ見てるの？ここよ。はい、どうぞ。さあ、お食べ。なかなか食いつきませんね。こっちの方から。こんな感じでね、めちゃめちゃ気にはしてるんですけどね、なかなか食いつかないんですよね。食べていいやつだからこれ。さあ、食べろ。きたー。食いついたー。
よいしょ。ようやく食いついた。痛え、手が痛え、指痛え。でもしっかり食いついてくれましたね。あとはね、飲むのを待つだけですね。まあ、この体勢になれば大体はね、飲み込んでくれるので良かったです。いやね、こんな感じでね、おしぼりちゃんなかなかね食いついてくれないんで、毎回ね指が痛くなります。はい、ということでですね、ペロリと飲んでくれましたね。いやー長かった。動画ではねいい感じに編集されてると思うんですけど、めっちゃめっちゃ時間がかかりましたね。とりあえず食いついてから飲み出すまでにもう20分以上かかってます。そっからねもうじっくりじっくりゆっくりね飲んでいったので、もうめちゃめちゃ時間かかったんですけども、まあ、しっかりとね食べてくれたので良かったです。いやこうやってね、まあ、ずっとね手で持って撮影してたので、まあ、めちゃめちゃ疲れましたね。もう手と足が痛い、腰も痛い。でもしぼりちゃんは可愛いということでね、今回の動画はこの辺にしとこうかなと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかすんごい形だな。大丈夫？なんか針金が入ったおもちゃみたいな形になってるけど。ねえ、ちぼり。はい、ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。